ございました。大勢で歌うといいなと思います。もっと大勢で歌うともっといいなと思いますが、それでは、早速角田久代さん、石原明子さん、大橋麻子さんにお願いしたいと思います。それでは皆さん拍手でお迎えください。私もクリスマスコンサートもう11月の中くらいからクリスマスコンサートとか言い始めて早すぎないと思うんですけどね。でもクリスマスが待ち遠しい季節になってきましたね。本当に、しばらくの間ですけれどもね、楽しいひとときを皆さんと過ごしたいと思います。ではしばらくの間ですけれども、バイオリンとピアノでお楽しみいただきたいと思います。ちょっと曲目がね、プログラムとちょっと違うかもしれないですけれども、お許しください。最初に演奏しますのはバッハさん曲のアリオーソ。とっても綺麗な曲で、ちょっとクリスマスにいいんじゃないかなと思って選んでみましたので、
自慢話があるんですけどね、今日着てるドレスね、23年前のなんです。あのね、大体変わってないってことなのね。っていうのがちょっと自慢なんですけど。すいません、そんなこと言って。私のですね、あの今持ってるバイオリンはもっとあの前からの付き合いでして、私が19の時、何年前か聞かないでくださいね。年がバレちゃうのでね。はい、もう本当に付き合いが長くなったんですけど、できたのが1779年ですからね、今年2016年ですから、ちょっとあの頭のいい皆さんはぜひこのバイオリンの年を計算していただくと、237年かかってますけれどもね、本当にまあ、バイオリンってね、長生きだなと思うんですけど、まあ、木でできてますからね、本当に大事に使うと、まあ、300年ぐらいは持つんですね。だからちょうど働き盛りっていう、そういう楽器です。で、まあ、バッハさん、今バッハさんがアリオーソという曲を弾いたんですけど、バッハさんが亡くなったのが1750年ぐらいだったと思うんですけどね。で、モーツァルトさんがですね、多分23歳ぐらいの時です、この楽器ができたのが。それからベートーベンがまだ7歳か8歳か、まだお父ちゃんにビシバシしごかれてた頃っていう、そういうとてもね、バイオリンって長生きなんです。というわけで、今からちょっとベートーベンさんの曲を弾こうと思います。バイオリンソナタで一番有名な第5番、春っていう、冬なのになぜか春っていうこれはね、別に春っていう題をベートーベンさんがつけたわけじゃなくて、なんかこのこうポカポカした高い感じが、怖い顔からは想像できないぐらい優しい感じの顔、雰囲気が春っていう感じだなと思って、この手の人がつけたっていう、そういう曲なんですね。で、全部弾くと20分くらいかかっちゃうので、今日は一楽章、とても一番有名な絶対触りのところを聴いたことがあるっていう、そういう曲を弾かせていただきます。Thank you.
この曲はね、本当はピアノとバイオリンのためのソナタって書いてあるんですよ。だからピアノ結構大変でねですよねで、お互いに大変なんですよね。で、本当に息ぴったりじゃないとね、なかなか合わないというのが難しいんですけどね、私たちも付き合いが長いもんですからね、何年になるかな、20年になりますね。 ね、そうですね、そう、ちょうどだから私のこのドレスを買ったちょっと前ぐらいに彼女お会いしてね、はい、以来の本当に長いお付き合いなんですけど、いろんなところに一緒に行ってくれてます次の曲はですね、ドボルザックさんの作りましたユモレスクっていう曲を聴きたいと思います。これもユモレスクっていう題の曲っていうのはいろんな人が作ってるんですけれども、ユモレスクといえばこの曲っていうふうにパッと浮かぶと思います。最近はやってますかね、漬物のコマーシャルね、さよこのねコマーシャルでこれやってたんですけどね、なんかこう我々アジア系の人間にはちょっと懐かしい感じのエロリーな曲です。聴いてください。Thank you.
がとうございました。じゃあここでですね、大橋さんに登場していただいて一緒に歌を歌っていただこうと思いますけれども、大橋さんお願いします。はい、それでは今美しいバウリンを4曲聴いていただきましたので、今度はちょっとリラックスタイムです。子どもさんも何人か来てくださってるので、子どもさんのために、サンタが街にやってくるという歌を歌いたいと思いますけど、知っていらっしゃいますか？知ってる？知ってる？サンタが街にやってくる知ってますか？知らない？もしも知ってたら一緒に歌ってください。じゃあお願いします。真っ赤なお花の
てを歌いたいと思います。これは大人の方もご存知じゃないかなと思います。諸人こぞり手を今度は皆さんで一緒に歌っていただきたいと思います。子供さんも知ってらっしゃるかな。知ってますか。知らないはい、じゃあ、知ってらっしゃる方ね、皆さんで一緒に歌っていただきたいと思います。はい、じゃあお願いします。ありがとうございました。皆さんも歌ってくださってありがとうございます。次の曲はですね、ちょっと北欧のクリスマスっぽい感じをちょっと味わってもらおうかなと。ちょっと珍しい曲なんですけれども、実はね、私たち2人で今年の春3月に CD を出したんです。で、今日ちょっと持ってきてるんですけど、また後で宣伝しますが、この曲もね、実は入れたんですね。で、今日弾いてる曲、ほとんど CD に入ってる曲が多いんですけどこの北欧の曲、私大好きで、なんかね、寒いんですね、北欧ってね。で、今はもう真冬だから、ね、夏は白夜でね、日が沈まないんですけど、今は本当に真っ暗な、そういう毎日なんだけど、みんなそこの中でクリスマスをね、お祝いするっていう、私たちから見るとちょっとロマンチックなんだけど、きっとあっちの人にとってはね、寒いだろうなと思うんですけれど、なんかそのね、ちょっと北欧のクリスマスの感じ、なんかこう真っ暗な中に光がね、こう灯ってる、暖かい感じがちょっと出てたらいいなと思って選んでみましたので、聴いてみてください。Thank you.
ありがとうございました。ちょっと寒そうな感じがしません？なんとなくね。でも私大好きなんです、この曲ね。なんかね、やっぱり寒い国の人たちっていうのは、みんなで集まってこう、ね、お家で楽しく過ごしたりすることがきっと上手なんじゃないかなと思うんですね。次の曲はですね、ちょっとガラッと変わりまして、黒人霊歌で、深い川という曲を演奏します。これはですね、ヤッシャ・ハイフェッツさんっていう20世紀の最初、初頭頃に大活躍をしたバイオリニストがいるんですけど、その人がとても素晴らしいアレンジをしてくださって、まあ、難しいんですけれどもね、アレンジがね、やっぱりバイオリニストさんがアレンジするとなんか難しいんですが、でも曲がいいので弾きたいなと思うんですけどね。私たちの、故郷はね、ヨルダン川の向こうにあって、私たちはね、深い川を越えて約束の地に行こうっていう、そういう黒人霊歌なんですけれども、それをハイベスさんがアレンジしたものを今日は演奏します。聴いてください。
でそれを矯正するのにですね、どうしてもこう 手がね、どうかぶっても子供のうちはこう手が後ろに行くんですよ。そうすると、ね、母がそこで針持ってこう構えてる。でそうするとチクッと刺さるんです、針がね。で、いただと思うとですね、その手が後ろに行くからでしょうみたいな感じでね、そうやってもう本当にね、あの今から思うとね、今だったら児童虐待で訴えられるんじゃないかというね、そんな風だったんですけどね。まあ、でもね、あの今感謝してますけどね、あの私はあの先天性白内障で、あの目が、あの見えなかったんで、でまあ、小学校の4年生くらいの時からもちょっと見えるようになって、それであの普通の学校に行ってもいいんじゃないって言われて、それであの淑徳中学にあの行ってね、まあ、高校それで、まあ、音大に行ったんですけど、あのまた最近はあのほとんど今あの見えない状態で、あの、はい、障害者手帳一種一級でございますけれども、その割にはあのどこでもどこどこ行っちゃうので、どこでも行くよって呼ばれてますけれどもね、あのいつもでも行くようなのでねどこでもいつでも行くよって、あのそんな感じなんですけれどもいつも何度でもって記憶がありましたけどねあの、うん、そんなんで本当にね、まあ、バイオリンが、まあ、友達というかね、あのバイオリンやっててよかったなってすごく思います。バイオリンやってたおかげで、あのいろんなところに行ってね、お友達がいっぱいできたり、ね、素敵な出会いがいっぱいあったりするのでね、そして、素晴らしい音楽仲間とかね、そういう人たちにも出会うことができてね、私は本当に、怖いお母ちゃんだったけど、ね、母ちょっともう天国行っちゃったんで、もう言いたい放題ですけど、でも、すごく感謝してるんです。で、クリスマスになってくるとね、もう私クリスチャンなんで忙しいんですよ、教会の始めとかしてなんですけどね、それも本当に感謝で、やっぱりなんだろうな、私がまあ、クリスチャンになったのも、まあ、食べ物に釣られてなんですけれど、でも、ね、こうやってクリスマスの曲弾いたり、皆さんとねクリスマスおめでとうなんて言えるのもね、本当にね、クリスチャンになったからだなと思ってね、ちょっと感謝しているんです。で、本当に私どこでも行くのでぜひ呼んでください、また本当にいろんなとこ行きます。で、メキシコやら、メキシコはね、本当怖い国ですよ。本当に行かない方がいい、本当に。おすすめしません。なのに、6年も行ってますね。7年、今度8回目かな。1回行かなかったんですけど、何回目かな。来年もう2月決まっちゃって、2年また行くのとか思ってるんですけどね。本当に、私何も計画してないんですけど、行く羽目になっちゃうんですよ。だからね、でも行くと、あちらのメキシコの方たちがものすごく暖かくてね、で、お客さんが本当に一緒にこうなって音楽を楽しんでくださるもんだから、遠いし ね、みんな拳銃は持ってるし、麻薬は解禁な国だしね、怖いんですけど、でもまたやっぱり行くとね、あ、また何も行きたいなと思っちゃうっていうね、ちょっと不思議な国ですね、メキシコはね。とか、まあ、台湾もでも十何年行ってますけれども。まあ、外国も含めて、本当に私は一人のためにでも一生懸命演奏したいなと思っているので、何かあったらぜひ呼んでください。で、もう一個 CD の宣伝をするとですね、これ1枚2500円で売ってます。今日ちょっと持ってきたので、もしよかったら、毎日聴きますので、よかったら買ってってください。で、この今から弾く曲はですね、今日まで守られている。これ私が教会でよくね、弾く曲なんですけど、聖歌でね、で、今日まで守られて来たりしようなっていうね、神様に守られて今日まで来たんだっていうね、感謝の気持ちを込めて、ね、別に、ね、クリスチャンじゃなくても、ね、やっぱり感謝の気持ちって大事だと思うんですよ。だからね、いろんなものに感謝して、この曲を弾きたいと思うんです。この曲もね、CD の最後に入ってますしね、よかったら CD も買ってください。じゃあ、聴いてください。
では、もう一曲、クリスマスのとても有名な、曲を弾きたいと思います。Oh Holy Night。発音よくないな。Oh Holy Night ですか。はい。さやかに星のきらめきっていう日本語の題になってますけれども、それを演奏したいと思います。
ありがとうございます。今度は荒野の果てにという曲ですけども、ご存知だと思います。荒野の果てに夕日は落ちて絶えなる調べ雨より響く、雨よりっての天からですね、天から響くグローリアインエクセルシスデオという曲です。ではよろしかったら一緒に歌ってください。お願いします。Oh!
ございました。ありがとうございました。もう一度盛大な拍手をお送りください。題名は聞いてないけど、聞くと、あ、知ってる、あ、そうだそうだという曲はいくつもありました。音楽ってすごい力だなと思います。本当に素敵な演奏、それから楽しいお話、それから、会場の皆さんと、子どもさんたちと一緒に歌える歌もあったりして、楽しいひとときを過ごしていただけたらと思います。それではここでクリスマスの、コンサートですので、クリスマスメッセージを少し皆さんにまたお届けしたいと思います。岐阜純福音教会の小山大草牧師から、クリスマスのお話をお願いいたします。お願いします。メリークリスマス。素敵な音楽でしたですね。ちょっと私たちの拍手が足りなかったのか、アンコールで演奏してもらえるのかなと思ったんですけども、そのまま向こうに下がられたので、ちょっとそのことだけ残念でしたけども、後でまた立てたんでしょうかね、もっと大きな拍手を送ればよかったなと思いましたけれども、この今晩ですね、一足早いクリスマスを私たちは祝って、素敵なバイオリン演奏、またピアノ、そしてですね、声楽とですね、楽しんできましたけれども、本当に心から私は皆様にメリークリスマスと申したいと思います。実はクリスマスが始まったのは今から約2000年前です。皆さん Before Christ の BC とか AD とか、この紀元前、紀元後と分かれているのをご存知ですけれども、意外となぜ BC とか AD と言われるか知られていないんですね。 BC というのは英語の Before Christ、 キリスト以前、キリストがこの地上にお生まれになる前を紀元前と呼んでます。で、紀元後はなんで AD なのかなと、アフターだと思っている方があるんですけども、アンノドミニというラテン語の言葉です。これは主の年、つまりイエス・キリストが支配しておられる年という意味なんです。それが紀元後なわけです。そのようにイエス・キリストの誕生によって世界の歴史は二分されています。今日皆さんにイエス様がお生まれになったその聖書の記事を短くお読みしたいと思いますので、お聞きください。それではイエスキリストの誕生の次第です。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の甥子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。こちらの方が皆さんにお話しやすいかと思いますので、こちら移動させていただきますけども、今晩短く、なぜイエス・キリストは家畜小屋でお生まれになったのかというタイトルでお話ししたいと思います。不思議なことですが、神の御子がお生まれになったのは、人として来られたのは家畜小屋でありました。神様の御子ですから、宮殿でお生まれになってもおかしくなかったはずなんです。ところが私たちの救い主イエス・キリストは家畜小屋でお生まれになりました。なぜでしょう。短く
お話しします。第一の理由は宿屋の部屋が空いてなかったからです。そう言って聖書に書いてあります。イエス・キリストがお生まれになったベツレヘムというのは日本から遠くですね、あのエジプトのちょっと北東の方にイスラエルという四国ほどの大きさの国があります。そのイスラエルと接してですね、実はベツレヘムというのは今パレスチナ自治区というそのところの一部町になっていますが、まあ、イスラエルとパレスチナ自治区と壁で隔てられていますが、まあ、割合自由に行き来できる場所であります。このベツレヘムという当時は小さな田舎町でイエス・キリストはお生まれになりました。人口登録をせよという命令が出たので、イスラエルの北の方にガリラヤ湖という湖があるんですが、琵琶湖の8分の1ぐらいの大きさだったと思いますが、このガリラヤ湖の近くのナザレという町から、このヨセフとマリアは人口登録のために本籍地まで行かなければならなかった。それでベツレヘムというこの町までやってきたわけです。ところが大勢の人がやってきたので宿屋に部屋がなかった。それで泊まるところがなかった。でちょうど月が満ちてマリアはこう産むことになってですね。それでなんとか頼み込んだんでしょう。家畜小屋の場所を開けてもらって、そこで出産をしたわけです。第2番目に、なぜイエス・キリストが家畜小屋でお生まれになったかといいますと、ヨセフとマリアが有名人ではなかったからです。このヨセフは大工さんでした。ヨセフとマリアのずっと先祖はダビデというイスラエルの有名な王様でした。今もイスラエルの人たちが大変尊敬している王様でしたが、この血筋ではありましたけれども、ヨセフとマリアは有名人ではなかった。それでコネが効かなかったんです。有名人だったらちょっとコネが効いてですね、なんとか部屋を融通してもらうことができたんですが、ヨセフとマリアは普通の人でした。もし今晩皆さんがですね、いや私は普通の人、有名人でも何でもないと思ってらっしゃる、そういう方があるならば、ヨセフとマリアはあなたを代表している人物であります。第3番目に、なぜイエス・キリストが家畜小屋でお生まれになったかといいますと、家畜小屋は私たちが住んでいるこの世を象徴している場所だからです。家畜小屋に入ったことのある方は臭いなと思われると思います。家畜の糞、屎尿、それでですね、嫌な匂いでいっぱいです。実は私たちが住んでいるこの世、この世界は、今ここで音楽を聴いてて、クリスマスの素晴らしい光に満ちた演奏を聴いてますと、人間の世界って何にも悩みのない、暗闇のないところのように錯覚してしまいがちです。クリスマスには光がちょうど似合ってるから、このようにしてですね、本当に私たちは明るい部分に目を留めていますが、実は私たちが住んでいる世界というのは醜いものがいっぱいです。人間が2人以上集まるところにはもう醜いものがいっぱい現れてきます。憎しみ、妬み、それに憤り、怒り、偽り、ごまかし、抽象、陰口、さまざまな私たちがこの人生で苦しむたくさんの問題、人間関係の問題があります。あまりの苦しさに、神がいるなら見せてみろ、叫ぶ人間の声に応えて来てくださったのが神の御子イエス・キリストであります。この方は人生の底辺の中でもがき苦しんでいる人たちを救いたいと願って来てくださった方です。ある人たちはアルコールをやめたいけどなかなかやめない、やめられない、麻薬をやめたいけどなかなかやめられない、もうギャンブルもやめたいけどなかなかやめられない、さまざまな悪習慣の中で苦しんでいる方々がいらっしゃいます。あるいは病に苦しんでいる方々、あるいは仕事を失い経済で苦しんでいらっしゃる方々、いろんな問題を抱えている人たちで
この世はいっぱいです。そういう社会の底辺で苦しんでいる人たちを救いたいと願って来られたのがイエス・キリストです。どんな醜い私の心は本当に汚れ切っていると思う人のところにも来てくださるのがイエス・キリストです。ですから家畜小屋でイエス・キリストがお生まれになったというのは私たちの罪からの救い主として汚れた世からの救い主として救い主が来られたということを意味しているんです。その意味で家畜小屋はふさわしい場所でありました。第4番目の理由があります。これが最後の理由です。イエス・キリストは聖書の中で世の罪を取り除く神の子羊と呼ばれています。イスラエルの昔の世界において誰かが罪を犯したら羊とかヤギとかお牛とかを携えて神殿に行かなければなりませんでした。そしてそこで家畜の頭の上に両手を置いたんです。そうすることによってその人の犯した罪が全部家畜の上に身代わりに置かれました。そして身代わりに動物が殺されたんです。身代わりに家畜が殺されたんです。イエス・キリストはご存知のように33歳の時に十字架にかかって死なれました。これはこの分厚い旧約聖書の中に予言されていたことでした。約350の予言がイエス・キリストの十字架に関して旧約聖書の中に書かれています。イエス・キリストは予言の通りに33歳の時に何の罪もない方でしたけれども当時の宗教の指導者と出会いました立法学者パリサイ人祭司長長老そう言われる人たちによって妬まれてそして弟子にも裏切られて十字架にかけられることになったんです。実はイエス・キリストは十字架から飛び降りてこようと思えば飛び降りてくることもできたお方でした。しかしイエス・キリストは皆さんや私の罪を全部背負って皆さんや私の苦しみを全部背負って自分が十字架で死ななければ私たち人間の罪は許されないということをよくご存知でした。ですから自ら甘んじて十字架で自分の命をお捨てになったんです。しかも十字架の上でイエス様は無力の中で祈られました。父よ彼らをお許しください。自分たちが何をしているか彼らは自分たちが何をしているか分からずにいるのです。そう言って自分を殺そうとしている人たちに対する許しを祈られました。自分を殺そうとする人たちだけでなく皆さんが私罪の性質を持ってさまざまな形で人を傷つけたり自分が意図しなかったのに誰からも誤解を受けたり誤解を与えたりさまざまな弱さを持っている私たちの身代わりにイエス様は死んでくださった罪が許される道を開いてくださったんです。そして3日後に墓の中から復活されて今もイエス・キリストは生きている私たちの祈りを聞いてくださることができるお方であります。この4つの理由がイエス様がなぜ家畜小屋でお生まれになったかという理由であります。お祈りしましょう。愛する天の父様、今日この大垣インターナショナルゴスペルチャーチ主催のこのクリスマスコンサートにこのように多くの方々をお送りくださったことを心から感謝いたします。素晴らしいバイオリンの演奏、また素晴らしいクラシックの音楽、また賛美歌聞いてきました。本当に感謝いたします。また今日ここに来てらっしゃるお一人お一人があなたに愛されているお一人お一人であることを感謝します。どうぞクリスマスの喜びと恵みと光をお一人お一人心にご家庭に豊かに注いでくださいますように。イエス・キリストのお名前によってお一人お一人を祝福して祈ります。アーメン。ありがとうございました。
私は神奈川市にあります岐阜修復院教会牧師であるこの大垣インターナショナルフィットスチャージの主任牧師ですけれども、こちらの責任を持っているのがですね、あの田中ビクトルさんです。それから森光一さんですね、2人がですね責任を担ってくださって、約10年間この大垣で活動してまいりましたけど、今はこの近くの大垣市南集会所というところで礼拝を毎週日曜日に持っておりますけれども、今日このようにして皆さん来てくださったことを心から嬉しく思っています。どうもありがとうございました。それでは、最後にですね、もう一度参加していただきまして、日吉この夜を1番から3番までご一緒に参加していただければと思います。はい、また出てきました。ありがとうございます。最後の歌詞のことをお聞きくださいってことでしたけど、皆さんありますか、この歌詞カードありますか。はい、じゃあそれを見てくださいね。中に住所と書くところがございます。